じゃあそれでは今からですね、この機材のジャッキ缶の説明と、シャタイムの制制御および、包装の方正規体制について、説明したいと思います。この機材はですね、ハチナネ式自動放射砲、放射機関砲、通称ハチナネ AW といいます。特性としていたしまして、下はシャタイムで、上は包装部となっております。シャタイムにつきましては74式戦車と同様で、包装部につきましては捜索レーダー、水水レーダー、あと通行橋、3時ぐらいに機関砲2つからなっております。これ自体はそして低空を飛行する敵航空機等に対して射撃を実施します。では、説明を終わらせます。続いて、姿勢制御の、設置を実施したいと思います。100キロで砲の旋回作業終わりです。次に最後に現在レーダーが整備をしております。最後の射撃動作までの一連の流れを実施したいと思います。今追随して砲が飛行しております。
までの一連の動作です。以上で、訓練展示を終わりたいと思います。ありがとうございました。